さて、ダイバーが群れの中から出てきました。いかがでしたか？他の生き物を群れの中に入れることを極端に嫌うマイバシですが、なんと最後にはダイバーが見えなくなるほどすっぽりと取り囲む様子には迫力がありましたよね。さあ、そしてここでダイバーは一旦上へと戻り、今度は大きなバケツへと持ち替えて、もう一度水槽の中へと降りてまいります。ここからマイバシ以外の魚たちが餌をもらう時間帯で移っていきます。この後もどうぞ餌付けの時間をごゆっくりとお楽しみくださいませ。さあ、ダイバーが餌付けのバケツに持ち替えて水槽の中に入ってくると、近づいてくる魚たちが変わりましたね。それでは本日のダイバーをご紹介しておきましょう。本日は男性ダイバーで、カキの、またここから私中村がマイクを使いながら簡単に解説を行っていきます。さて、マイワシはといえば、もう餌が変わったことでダイバーに興味を示していませんが、その代わりダイバーの周りにしつこく集まっているのは、ひし形をした大きな体のエイの仲間たちです。ダイバーの周りに集まっているのは全てマダラトビエイと言います。体の形はマンタによく似ていますが、マンタとは別の種類のエイの仲間で、体が大きく背中に白い点々模様、水玉模様が入っているものがマダラトビエイ。続いてやってきた子供のように小さなトビエイ、こちらはナルトビエイと言います。模様が入っていなく、体が小さなことで見分けることができます。続々とダイバーのもとに餌をもらいに来ていますね。口の中に餌を入れてもらっていますが、もらっている餌は魚やイカの切り身なんです。